よう皆さん、こちらはルカ・バン。本日はね、日本で一番かっこいい服装からベルニーの3つのスタイルに変身します。いやー皆さん、よう皆さん、こんにちは。こちらはルカ・バンで、こちらはカズさんですね。ルカじゃなかったよみんなルカだと思ってたんでしょうかね。今日はね皆さん、カズさんが来てもらって、ルカは服を着るんじゃなくて、カズさんはルカの服を着ていきます。で、カズさんはルカが選んだ3つの服装をこれから着ます。これは今の服装ですね。向こうに準備しておいた3つの服装に変身します。先に何をやりますか？選択肢は3つあります。1つフォーマル系、2つカジュアル系で、3つは昭和系。先に何しますか？で、まずは昭和系。昭和系ってなんだろう今中でカズさんは着替えてます。夏しかないですね。はい、皆さん、これが昭和スタイルらしいです。こんな感じ。あれ、ノルウェーの森とかっていう映画見たことあるのかな、うん、ノルウェーの森でもこういうタートルネック、とっくりとも言うんだけど、とっくりが、うん、人気ですね。ココアポイントだけじゃなくて、このベルトがこうギリギリ見えてるところもかっこいいなと思います。いやー、カズさん、とっても似合ってると思うよ。あの、帽子をしたけどまだ変わったね。うん、かっこいい、かっこいい。皆さんどう思いますか？カズさんの、昭和スタイルですはい、カズさん、次はカジュアル。オッケー、じゃあカジュアルに。はい、これがカジュアルスタイルです。さあ皆さんどう思いますか？カズさん、まあルカのカズさんのカジュアルスタイルですね。どうですか？これ V ネックだけど、そこまで V じゃないけど V ネックみたいな、まあわかるかなカズさん結構か、あれそうカズさん力持ちだからさ、こういう T シャツにシャツがちょっと開いたままで、ここの筋肉見えるところがもうすごいセクシーだと思います。まあいいどうですか？何残ってますか、カズさん？フォーマルです。オッケー、行こうじゃ見てください、これフォーマルのなんとい, いいね、これ。いいと思うよ。今度ベルギーの街なんか歩けるね。今度もう行けるよ。もうみんな歩いちゃうよやばい、これやばい、これはやばい。こうすればさ、普通に細く見える。あ、そうなるんだ。皆さん見て、ここだけ位置だけを噛めれば、うん、すっごい力持ちになるなんと枝分かれ。え、枝分かれはい、皆さん見てください、この枝分かれ結構生きてるでしょ、このちょうどいいとこ。まあいいや、俺こだわりすぎて、なんで俺体大きいんだろうどう、あ、このコムさんのやつを、コムさん上に、この上に、さらに、そう、さらに、わー、すごい、なんかすげえ大人になった。そう、かっこいい。いいね。ここが開いたのは力持ってるから開いてる体大きすぎた。どう思いますか、うん、このフォーマルのカズさん。いやー、どうなんすか、これ。かっこいいと思うよ、かっこいい。いいかい？ありがとう、超楽しかったこれ皆さん、俺ちょっとフォームを作ったので、下のリンクを押して一番自分の好きなカズさんの格好を選んでください。さあ皆さん、これは今日の服装告知でしたバイバーイ。バイバーイ。またねー。